国ですか、日本は監視国家日本ですか。もうすでにね、もう SF 近未来 SF の世界がすでにもう私たちこの日本でね、すでにもう始まってるんです。警察から我々監視されてるんですよ。それでその盗聴法を使って自由に我々の携帯電話の通話とかメールとかそういう監視されてて、狙った市民は政府に対して批判する人とか、それとかね、本当に一般市民、これからまず狙ってくるのはね、影響力のあるジャーナリストの方々とか、こう民主的なこう市民活動をされてる、市民団体のリーダーの方たちとか、野党の議員さんたち、そういった人たちをね、この共謀罪、テロの対策の更新するこの共謀罪を使ってどんどん逮捕することができる、実際できますからね、そういう法律の中身なんですよ、危険なんですよ。これがね、これから国会で提出されて作られようとしています。本当に、ね、私たちの一般市民が本当にね、弱いですからね、政府に対して今でも物申すことってなかなか難しいじゃないですか。それがですね、本当に、私たちの民主的なこう活動されてる、本当に声を上げてくれてる市民団体のリーダーさんたちや野党の議員さんたち、ジャーナリストさんたち、影響力のある方たち、そういう人からね、本当に逮捕されてってしまったら、本当に私たちか弱い市民はね、声を上げることできなくなってしまいますよ。萎縮されてしまいます。本当に本当にね、この国の政権に対してもね、批判するようなことをね、これからね、本当に本当に難しくなってしまいますよ。本当に私ね、政治オタクで本当に興味があって、ただ批判したい、もう批判したいって、そういう人間じゃないですよ。ただただ訴えたいのは、私たちの民主主義、人権、ピンとこないですよね、私たち人権って言われましても、ね、それがあって当たり前、憲法があって当たり前、本当にね、強く言いたいんですけど、私たちの国の日本国憲法、その中で政府が暴走する、それをね、止めるってための憲法、それがあるおかげで私たちの人権やこう言論の自由とか、ね、そういうのを守られてるんですよ。それが本当にね、ないがしろにされるような本当に危険な共謀罪、私たちのね、本当に権利ですよ、憲法で守られた、政府が本当に暴走してるとか、物申すことができなくなってしまうような世の中、これからやってくる、その第一段階ですよ、本当に共謀罪、これが作られたらね、本当に政権に対して、本当に物申すこともできなくなるし、それとか、例えばね、会社に対して、労働組合の運動もそうですよ、会社に給料を上げてくれとか、そういうことまで取り締まることできるんですね。例えば会社の前で、そうだ、給料を上げてもらうために座り込みやろうじゃないか、そうだそうだって、そう話しただけで座り込みってことで、威力業務妨害の共謀罪ね、実際実行してなくても、こうやって会社の前で座り込みやろうぜ、団体交渉のために座り込もうぜ、社長と団体交渉でいい答えを出すまで帰らせないで、本当に缶詰にして会議室に閉じ込めて、それで団体交渉しようぜ、明日はどうしようぜって話し合っただけで、本当にね、労働組合とか運動だけは私たちの当然の権利ですよ。会社に対して物申す、そういうことさえもできなくなってしまうかもしれない、この危険な共謀罪、この危険性を訴えております。本当に一言ではないです、一言ではないんですよ、私たちの本当に言論の自由ですよ、本当に憲法で認められた、守られている、それをないがしろにするような当然の権利、政府に対して物申す、不平不満を言うことができなくなってしまう、それが共謀罪、これを使って本当に一般国民の言論の自由を本当に弾圧することができる、できる法律です。でやりかねないですよね、本当に今の安倍政権見てみると、なぜかというと、そういう言論弾圧のこういう状況、政府にとって邪魔なやつ、そういう
言論を弾圧するような状況すでに始まってるんです。もうすでに始まってます。ご存知ですか。本当に例えばね、沖縄辺野古高江、沖縄の米軍新基地ですよ。この米軍新基地を本当に沖縄県民の方々は反対のための反対してるんじゃないんですよ。本当にね、これ以上の基地を作ってくれるな、ただただ沖縄県民の方々は平和な静かな平穏な暮らしをしたいだけなんですよ。にもかかわらず本当に安倍沖縄県民の方々、本当に8割以上の方々が辺野古新基地、高江ヘリパッド、これを作ってくれるな、米軍の新しい基地ですよ、それとか米軍の海兵隊の戦争の練習するところの場所ですね。高江ヘリパッド、あまり聞き慣れない方もいらっしゃると思います。高江ヘリパッドっていうのは海兵隊、米軍の海兵隊の方々がですね、戦争の練習をする場所です。でちなみに申し上げますと、沖縄に駐留している米軍、アメリカ軍ですね、沖縄にいる米軍の7割以上が、それが海兵隊、海兵隊っていう組織なんですけども、皆さんご存知ですか。沖縄に米軍がいるから日本は守られているって、そう漠然と皆さん思ってらっしゃいますよね。どうでしょうか。で本当にね、7割以上の海兵隊、米軍海兵隊はね、これね、沖縄の防衛とは何の関係もないんですね。知ってますか。ね、日本政府が沖縄に基地を用意してくれて、ね、思いやり予算とかという莫大なお金を出してあげて日本にいるんですよね。それもただただ、なんていうか、日本の防衛のためではないですよ。本当です。これは海兵隊という組織はですね、別名殴り込み隊、殴り込み隊って言います。戦争が起きたら真っ先に殴り込みかけるんです、米軍の海兵隊。ね、もうなんていうか、沖縄に対するこう中国の脅威とか北朝鮮の脅威とか盛んに言ってますよね。そういう本が巷に溢れてるし、安倍政権もそういうことを書きつけてますね。中国の脅威、北朝鮮の核ミサイルだとか、そのために防衛のために沖縄には米軍がいるって、それ一見なんかそれが正しいように思っちゃってるじゃないですか。でも違うんですよ、全然関係ないです。沖縄にいる、もう少なくとも海兵隊という、米軍7割以上の海兵隊という組織が、沖縄の防衛にも、日本本土の防衛にも、アメリカ本土の防衛にも全然関係のない組織、それが海兵隊ですよ。でその海兵隊、防衛に関係ない海兵隊の新しい基地を、移転ってのは本当に名目ですから、移転ってのは嘘なんですよ。全く新しい基地を、辺野古、もう本当にサンゴ礁の美しい海ですよ。絶滅危惧種のジュギョンもいるようなサンゴ礁の美しい海、これを埋め立てて、明日から埋め立て工事が始まるそうですよ。どう思いますか。沖縄県民の大多数、8割以上の方がこれ以上新基地を作ってくれるなって反対の声を上げてるんです。反対のための反対ではないんです。何度も言うように、平和な暮らし、静かな暮らしがしたいんだという本当に純粋な沖縄県民の願い、それは選挙でもはっきりと民意が示されています。ついに沖縄選出の国会議員、さっきの7月の参議院選挙でとうとういなくなりましたよね。議員ははっきり示されています。沖縄県民はこれ以上アメリカ軍の基地を沖縄県には作ってくれるな。そして今現在にすごい沖縄県民の方々にもう負担を強いているの、皆さんご存知でしょうか。本当に一言ではないですよ。日本国内にある米軍基地の7割以上がたった日本本土の 0.6% の面積しかない沖縄県に押し付けられてるんですよ。このこと自体すっごく不公平ではありませんか。皆さん、沖縄いじめですよ。で本当に明日からね、また辺野古新基地の埋め立て工事がですね、ついに始められるそうですよ、本工事が。どう思いますか。何とも言うようにも、本土の防衛にも沖縄の防衛にも全く関係ない辺野古新基地、
普天間新基地からの移転っていうのはこれ全くの嘘です。移転を名を借りた辺野古新基地っていうのは全く新しい最新鋭のもう耐用年数200年以上だそうですよ。で莫大な費用、それね、日本が払ってあげるんですよ。その費用どれくらいだかご存知でしょうか。1兆円以上だそうですよ。それが日本が払ってくれる、それ私たちの税金ですよね。1兆円あれば本当にどんなことができますか。もう例えばそうですね、大学生の今本当に奨学金と名ばかりの本当に学生ローンですよ。それで本当に何でしょう、もう卒業と同時にもう200万円300万円の借金を背負わされて、しかも正社員の就職さえもおぼつかないような大学生が就職して、もう運悪くもう非正規雇用になったらどうでしょうか。もう破綻してしまいますよ。本当に近道たくさんありますよ。もう本当に子ども支援もそうですし、1兆円でどんなお金独立してるような、これ本当に重ねて言いますけど、辺野古新基地1兆円も払って日本の防衛とは何の関係もない、アメリカ軍が海外に戦争に打って出る、インド洋を越えてアラブ世界とかに戦争を仕掛けるための、そういうための本当に発信、もうそういう基地ですよ。それが辺野古新基地ですよ。そういうものが作られようとして、しかも沖縄県民の大多数は反対している。どう思いますか。本当に沖縄県民の反対の声だけで、それじゃ本当に政府に対して、ね、本当に物申すことできないですよ。本当に私たち全員もうね、沖縄県民一言だったと思ってたらいけません。これ本当にね、何度も言うように、この共謀罪、これと本当にね、すごくリンクしてるんですよ。沖縄県民の人権が抑圧されるような、本当に金儲けのため、アメリカの そろそろね、時間も迫ってきたんで、次の方にバトンタッチしたいと思うんですけれども、そういったようにですね、この場所に立って私自身どこの政党にも属してるわけじゃなくて、特定のイデオロギーを本当に主張してるわけじゃないんですよ。ただただ私たちの国の民主主義がピンとこないですよね。民主主義って当たり前すぎて、魚たちが水の中で水ってのは当たり前が、ね、あって当たり前って思ってるような、そのようなものになってしまいまして、本当になくなって初めて分かります、民主主義の尊さが。私たちの日本国憲法のおかげで私たちの人権、民主主義守られてるんですけども、それをないがしろにするような安倍政権、次に本当に狙ってるのはこの共謀罪ですよ。政府に対して一切物申すことできなくなってしまうようなこの共謀罪、国民誰もが逮捕されうるような弾圧法は、戦前の治安維持法、治安維持法と同じ内容のもの、弾圧法は民主主義を弾圧するための、そんな法律、共謀罪、名前改め、テロ等組織犯罪準備罪という法律が作られようとしています。テロ対策って全くの嘘です。誰もが無関係ではいられない、一般国民誰もが逮捕されうる、そんな共謀罪、テロの対策の名目で作られようとしています。反対の声を上げないと本当に本当に本当にやばいことになりますよ。この法律、今のままでは国会で強行採決されてしまうでしょうね。されてしまいますよ。どう思いますか。無関係ではいられませんよ。あなたのことです。あなたの人権が危ない、この国の民主主義が危ない。よろしくお願いいたします。